はい、国立遺伝学研究所の森です。最後がメタゲノム解析ツールということで、かなりマニアックな内容ですので、もしかすると RNA-seq とかの解析の話を聞きたかった人はもうちんぷんかんぷんになるかもしれません。ただ事前のアンケートを見た限りだと、割と多くの方々がアンプリコンシーケンシングだったり、またはメタゲノムショットガン解析をやりたいだったり、もうすでにデータを持っているって方が多かったので、まあそのあたりも考慮してスライドを作りました。で、普段僕自身はメタゲノムの情報解析だったり、あとはデータベースを作ってたりします。で、バイオインフォマティクス側の人間です。はい。で、メタゲノムといった場合、基本はいろんなところの微生物の群衆をターゲットにして解析をしています。で、普通ただ群衆中、例えば、まあ、僕は今これ触っているマウスだったり、あとは土だったり人の腸内、あとは牛の腸内など、さまざまなところに微生物群衆存在していますけれども、目に見えないので、顕微鏡で拡大しても丸だったり螺旋型にしか見えなかったりするので、まあ、それらをうまく解析する手法として、すごく昔からやられていたのがこの培地で培養するという方法でした。ただ自然環境中の微生物はまだ培養条件よく分かってないものがかなり多いですので、だいたい全部の多様性のうちの数パーセントぐらいの菌しか実験室では培養できないだろうと推測されています。そこで、まあそれらの培養できない微生物も含めて情報解析の力を借りて、あとシンガーシーケンサーの力を借りて解析する手法というのがメタゲノム解析手法になります。で、今日はそれの主に情報解析の手法について詳しく説明していきます。で、それ以前に細菌群衆、微生物群衆を解析するためにもうすでにさまざまな実験手法というのは提案されていて、古くから細菌コロニーのカウント法、培養して培養できた細菌についてはコロニーをカウントして、そこにどれぐらいの菌の多様性があるのか、コロニーの形だったりを見たりして菌を調べるということがやられてました。ただこれは培養が難しい細菌についてはよくわからないと。で、一方、例えばグラム染色みたいにいろんな細菌の細胞の性質ですね、生化学的な性質の違いによって細菌だったり、あとは原生生物とかを分けたりするような手法があったりしましたけども、これも数しかわからないので、この場合はもう培養する必要はないんですけど、細菌を化学物質で染めた後にそれを顕微鏡でそのまま見るっていう手法ですので、培養する必要はないんですけど、細菌の数しかわからないという手法でした。その後フィッシュなど遺伝子の実際の配列などを使って、まあ、配列というか実際の配列類似性ですね、それを使ってプローブ配列などを設計して、で光らせて、この自分が設計したプローブと似ているような配列を持った、まあ、似ているような DNA だったり RNA を持った細菌だけ染めて光らせるというようなことをしたりもしていました。まあ、それらがフィッシュなどの方法ですね。あとは DGG、まあ、これは細菌群数全体像を解析するバンドパターン、 DNA の電気経度のパターンで、そこでどういうようなバンドがどれぐらい出るかということで多様性などを解析するような手法でしたけども、それらの手法が古くから行われてきていました。ただ細菌群衆についての断片的な情報しかやはりこれらの手法では得られなかったので、メタゲノム解析という手法が最近非常に流行っています。で、メタゲノム解析とは何かという定義の話ですけども、あ、この辺のスライ今紹介しているスライドは僕の GitHub、 僕っていうかこの AJAX の GitHub のページのを見ていただければ、そこにアジャックス79の、この04の森をクリックしていただくと PDF でできますので、それがもうまさにさっき見せていただいたお見せした PDF になります。で、これを基本にして進めていきます。で、ほとんど僕のところだと実習っていうのがほぼないかなと、まあ、もちろんそこら中にリンクが貼られているので、それらのリンクをクリックしていただければデータベースだったり論文とかのリンクがあるんですが、多分それらをやっていてもメタゲノム解析ツールについては理解があんまり進まないかなと思ったので、今回かなり講義主体のものになっています。ということで、先ほどのこの PDF に戻りますけれども、そもそもメタゲノムの前にマイクロフローダだったりマイクロバイオータ、マイクロバイオコミュニティというもののタームがあったりします。これはかなり古くから定義されているような単語ですけれども、基本は個々の微生物、この場合細菌も
原核、まあ、原核生物と真核生物両方含んでたりしますけれども、それは微生物の群衆のことを言っています。まあ、トータルコレクションオブマイクロオーガニズムズウィズインアコミュニティということで定義されています。でそれに対してメタゲノムというのは、最初に定義されたのはもう1998年のジョー・ハンデルスマンたちの論文で、トータルゲノミックポテンシャルオアコミュニティ、こういう書き方はこの論文ではしてはいなかったんですけれども、その後大体理解が進んで、大体メタゲノムの今のところの意味としては、このある群衆中に存在している遺伝情報の総体を表しています。でここコミュニティなので、マイクロバイオコミュニティではないので、もうなので例えば最近環境 DNA というのは非常に流行っていますけれども、魚の DNA とか両生類の DNA とか合わせてもメタゲノムということもあります。ただ通常メタゲノムといった場合には、微生物群衆の遺伝情報の総体のことを呼びます。でそれ以外にも最近はマイクロバイオームという言葉が、これはもう研究以外の領域でも非常に流行っていて、これはメタゲノムとはまた違った概念で、このマイクロフローラとかマイクロバイオーム、いわゆる微生物群衆、個々の微生物の細胞とかに注目するような部分と、あとは遺伝情報両方合わせたものをマイクロバイオームと呼んでます。非常にもやっとしたものなんですけども、ある微生物のある群衆全体を解析するっていう意味で、メタゲノムに限らずメタボロームだったりトランスクリプトームなどさまざまなことをやるっていうことを前提としたタームでマイクロバイオームっていうようなことが言われて、例えばマイクロバイオーム研究っていうようなことが言われてますけれども、まあ、その場合っていうのはメタゲノムも含んでいれば個々の微生物の個体についても含んでいて、まあ、それら全体微生物群衆全体を何らかのオミックスの手法で解析するっていうような研究のことを言っています。でなのでメタゲノム自体は群衆中の遺伝情報の総体ですので、その遺伝情報自体は別に発現していなくてもいいわけですね、あるタイミングでは。なのでメタゲノムということはこのこういう非常に大雑把な概念ではあるんですが、こういう定義だということはとりあえず覚えておいてください。はい、はい、でそれでじゃあメタゲノム実際にどうやって解析するのかということで、大体2通りの手法があります。1つ目がこれ非常によく使われていて、安価でも解析ができるので外注会社も大量に存在してますけど、一般的にアンプリコンシーケンシングアナリシス、アンプリコン解析と言われているような手法です。でバクテリアを扱う場合は、バクテリア群衆の場合は 16S リボソーマル RNA 遺伝子、後で詳しく説明しますけども、この遺伝子をターゲットとしたアンプリコン解析を行われることがほとんどです。でこれは微生物群衆中、まあ、これは微生物群衆だと考えて、ここから DNA を取ってきます。そうするとそれはもう混ざり物の DNA ですけれども、そこからこれを全部を解析するにはちょっと量が多いので、 16S リボソーム RNA 遺伝子だったり何かいろんな系統が持っていて、かつ各系統を配列で区別できるような遺伝子をターゲットとして、まあ、そこをプライマーで挟んで PCR で増幅して、その遺伝子の配列だけに、その遺伝子の DNA 断片だけにしてあげます。でその上でそれらの特定の増幅した遺伝子断片だけをシーケンシングするというような手法です。そうすると、まあ、当然ながら機能情報は得られないんですけれども、そこにどういう菌がどれぐらいいるのかっていう情報はこの配列の多様性を見てあげればある程度推定できるので、その群衆のメンバー組成ですね、例えば大腸菌だったりあとは納豆菌みたいなものがどれぐらいその群衆中に存在するのかっていうことを明らかにできるのがこのアンプリコン解析です。はい、でまずアンプリコン解析について詳しく説明していきますが、このアンプリコン解析は通常 16S リボソーム RNA 遺伝子をバクテリアの場合はよく使います。これは理由があって、そもそも 16S リボソーム RNA 遺伝子は全部のバクテリア、あすいませんちょっとなかなかうまくいかないな、全部のバクテリアが持っていて、でかつ、まあ、コドンとかタンパク質コードをしているわけじゃないので RNA 遺伝子としてコードされてますけれども、実態としては機能性 RNA で高次構造をとってリボソームの核となっていますので、非常に保存性が高い領域と単にスペーサーみたいなある程度重要な領域間を隔てるっていうような目的だけのために存在するような
部分が存在しますから、それら非常に保存されている部分とものすごく多様な部分っていうのがモザイク上に存在しているので、さまざまな系統分類階層、属レベルだったり、あとはファイラムレベルなどのもう全然違うような系統群とか、非常に類似している系統群両方をある程度区別できるような便利な遺伝子になっています。いわゆる系統マーカー遺伝子というものの代表例になっています。でこれらはもうすでに1990年代から非常にたくさん、この部分だ 16S リボソームRNA遺伝子だけ PCR で増幅されて、配列がサンガーシーケンサーで読まれているものが大量に存在していますので、それらをリファレンスデータベースにして解析をするようなことが可能になっています。ただ欠点もあって、大体の菌、自然環境中に存在する大体の菌がこの遺伝子 16S リボソームRNA遺伝子をゲノム中に数コピー持っています。ゲノム中に何個もこのリボソームRNA遺伝子が載っているということです。なので単純にこの遺伝子のが群衆中にどれぐらいあるタイプのこの 16S、 例えば大腸菌由来の 16S リボソームRNA遺伝子がどれぐらい環境中に多いのかっていうこと自体が大腸菌の存在量を単純に表していないという、ちょっと補正をしてあげないといけないというのがちょっと難しいところでもあります。マイコプラズマみたいな、あと他にも特殊な細菌、非常に増殖速度が遅かったり細胞内に共生しているような、でゲノムが小さくなってしまっているような菌だったりすると、ゲノム中にこの遺伝子は1コピーしかないんですけども、多いものだと15コピーとかそれぐらい存在したりもしています。でだいたい長さが1500ベースぐらい存在すると、ちょうどいい長さだ、特にサンガーシーケンサーで読むときにもちょうどいいぐらいの、ちょっと長いですけどもの遺伝子だということです。で系統、あとはもう一ついいのは、このカールウーズとかがバクテリアアーキア、真核生物を分けるっていう3回説を唱えたときに使った遺伝子っていうのが、もうその時にこういう系統樹を出しているんですけど、これが 16S リボソームRNA遺伝子を使った系統樹でした。なので3回説にうまく合致するような形で既存の系統が系統樹で分かれてくれるので使われているっていうこともあります。はい、でアンブリコンシーケンシングはほとんどの場合 16S リボソームRNA遺伝子が使われています。でそれに対してショットガンメタゲノム解析だったり、一般的にはメタゲノム解析というとこっちを普通は専門的には指すんですけれども、もう一つの手法、アンプリコ解析ではない手法があります。それは手法として、特に実験手法としては非常に単純で、群衆中から DNA を抽出して、それをもう PCR とか特にかけず、もちろんシーケンシングライバリーとか作る必要があるんですけれども、もう配列を細かく断片化した後はそのままシーケンサーにかけちゃうという手法です。当然いろんな機能遺伝子だったり、いろんなバクテリア由来の機能遺伝子が全部入ってきて読めちゃいますので、出てくる配列データはもうものすごい混ざり物のデータになります。なので情報解析がかなり大変です。ただうまく情報解析をしてあげると、そこに何がいて、かつそれぞれの微生物がどういう機能を持っているのかということが分かってきます。ですのである群衆中に存在して、かつ培養が困難な微生物が何をやっているかを調べようとすると、現状手軽に、少なくとも実験的には手軽に解析できるのがこのメタゲノム解析の利点ですね。情報解析の部分はかなり厄介ですけれども、ということでメタゲノム解析だったりマイクロバイオム解析といった場合に、一般的には配列データを使う場合としても、先ほど説明したこのアンプリコン解析とメタゲノム、ショットガンメタゲノム解析といっているような二通りが存在するということはぜひ知っておいてください。でこの2つの間でそもそも難易度も全然違いますし、見えてくるものも全然違うということがあります。でそれらは今から詳しく説明します。でアンプリコン解析とメタゲノム解析というのが、新型シーケンサーが非常に性能が良くなってきて、大抵の場合ショートリードシーケンサーが使われていますけれども、非常にたくさん配列を読めることになってきたので、現状大量なアンプリコン解析やメタゲノム解析がやられています。でそれらの例を紹介します。割と有名な例で知っている方も多いかもしれませんけれども、一つはアースマイクロバイオンプロジェクト、これはもうプロジェクト自体だいぶ前に立ち上がって、もうすでに論文が出て、今アースマイクロバイオンプロジェクトパート2みたいなのが始まってますけれども、これは世界中の土だったり、あと海、あとは淡水の池、あと動物の腸内などからサンプル、この論文では主に
16S リボソマル RNA 遺伝子のアンプリコンシーケンシングですねのデータを使ってましたけど、この2017年のネイチャーだと23,828サンプルの系統組成ですね、どういう属がどれぐらいいるかっていう情報をカタログ化してデータベース化しましたっていう論文です。まずそこに何がいるのかを明らかにしないと、その後の微生物の生態学とか、あと微生物の機能だと調べるのにもその基盤がないとダメだということで、まずそれをカタログ化しましょうというプロジェクトですね。でもう一つ有名な例がアメリカンガットプロジェクトで、人のマイクロバイオム解析、人の共生細菌群集、腸内だったりあとは口腔内だと皮膚とかにさまざまなところに存在しますけれども、それらの群集の解析というのはもう新型シーケンスが出る前からだいぶ解析がされてましたけど、メタゲノム解析という意味では2006年とか2007年ぐらいからやられて、 大規模な論文がいっぱい出ています。ただそれらっていうのはあくまで特定のモデルの10人とか30人ぐらいの解析だったんですけど、このアメリカンガットプロジェクトですと、アメリカ人っていう特定の集団がどういう群集組成、微生物の群集組成、この場合は腸内細菌群集ですけれども、腸内細菌群集がどうなっているのか、どれぐらいの多様性があるのかっていうのを調べるために、コントロールとしてイギリス人とかあとはオーストラリア人とかもコントロールとして取ってますけれども、合計でほぼ1万サンプルぐらい、これもアンプリコン解析をしています。でどちらも重要なのはDNA の抽出手法だったり PCR で使うプライマー、あとはシーケンサーの種類とかを全部合わせた上で、そのプロジェクト内で合わせた上で解析をしています。あとバイオインフォマティクスの解析手法なども合わせた上でやっています。こうしないとサンプル間の比較解析がかなり難しくなってしまいますので、それら同じプロジェクトの中では合わせて実験手法なり情報解析手法など全部合わせて解析を行っているということですね。でこういうカタログ化をいろんな微生物のある環境中における多様性だったり、そもそもどういう微生物がいるのかっていうようなカタログ化がまず行われました。でこれが大体進んでいて、もうすでに例えば、ある環境の微生物群集を調べましたって言って、それだけ でどういう菌がどれがいましたっていうので論文にするのがもうすでに結構難しくなっている状況です。ですね、カタログ化に関してはもう大体終わりつつあって、もちろん全然新規な環境の場合っていうのはまだまだ記述する必要がありますけれども、今はどちらかというと多様性だったり機能について調べないとなかなか論文にすらならないという状況になってきています。で特に人の共生細菌群集に関しては非常に力を入れて研究が行われていて、その中でも割とトピックになっているものっていうのは4つほどここに見せましたけれども、1つ目は健常な大人の腸内細菌群集っていうのは、同じ家族内だったりあとは全然離れた地理的に離れているような場合でも、大体は3タイプだったり4タイプぐらいの、一般的にはそのエンテロタイプと言われているような全然違う菌がそれぞれ優先していて、タイプ例えばバクテロイデスが優先しているような群集だったり、あとはプレボテラ、同じバクテロイデテスファイラムに属していますけれどもが優先している群集だったり、あとはルミノコッカス、これはクロストリジアに属しているのでバクテロイデテスとは全然違うんですけども、これらのどれかが優先しているかっていうのが人によって違うと、この理由は分かってないんですけども、ただどの人も健常な、健康な人なんですが、なぜかタイプが違っているというようなことが言われています。それエンテロタイプというので、2011年ぐらいにだいぶ話題になりましたけども、3タイプなのか4タイプなのか、それともタイプには分かれずに連続型なのかはよく分かっていませんけども、とりあえず健康な大人っていうのも単純に腸内細菌群集っていうのはこういう組成だっていうのは1タイプで決められるというものではないということが分かってきました。あとは、腸内っていうのも組織学というか医学的にはこれはもう外部ですので外に触れています。で食べ物だったり腸内細菌群集などが外界にさらされているわけなので、免疫機構がかなり発達しています。ただこの腸管免疫と一般的に呼んでますけど、これ自体は生まれた時にはあまり発達していなくて、それがさまざまな微生物だったり外界のいろんな物質と触れることで腸管免疫を発達していきます。でそれらをどうやってじゃあ発達していくのかっていうことを、一つの
解明の手がかりになっているのがこの腸管免疫誘導細菌群衆。これは日本の主に慶応大だったり理研の本田先生たちのグループが明らかにしてきているものですけれども、クロストリジアという一群のかなり培養が難しいような菌が多いんですけれども、それらが人間の免疫系と作用することで腸管免疫が発達のトリガーになっているだろうということが言われてきています。あとはまあこれもいろんなニュースになっていますが、非常に大人の方であったりでも割とそうですね、まあ、腸管内、まあ、腸内が割と非常に出血とかをしたり、あとはもう炎症とか起こったりして、いわゆる潰瘍性大腸炎だったりクローン病といわれているような重篤な病気があるんですけれども、これ難病ですけれども、それら腸が割と調子が悪いという状況で、まあ、それらをどうやって治すのかっていうのを一つ非常に効果が最近あると言われているのがこの糞便移植です。これは非常にびっくりする手法ですけれども、健康な人の糞便をその潰瘍性大腸炎だったりクローン病などの大腸にかなり問題があるような方々に上から入れて、でそれをでここの腸内細菌群衆をより良いものに変えようというようなものです。もちろんそのままその潰瘍性大腸炎だったりクローン病の方々も腸内細菌、ここにはかなり多数の腸内細菌がいますので、そのまま糞便をここに別の人の糞便を入れてもほとんどの場合優先系統にはならないです。ですのでもう抗生物質入れてあげて壊して、もともとの細菌群衆を壊した後に糞便を移植することで潰瘍性大腸炎だったりクローン病が良くなる場合もあるというような研究が得られています。理由はまだいまいちよく分かってないですけども、あとは母親が母乳の中にはオリゴ糖がたくさん入っているんですけども、それは多くの場合乳児は分解できないです、消化できないんですけども、それが乳児のお腹の中にいるようなビフィズス菌がオリゴ糖を分解して乳児の腸内の pH を酸性条件にしてあげて、そうすると大腸菌だったりスタフィロコッカスみたいな割と悪さをしかねないような菌っていうのがあんまり増えられなくて、しばらくの間乳児のお腹の中っていうのはビフィズス菌が優先しているような菌群衆になるっていうような、まあ、母親が出す母乳と乳児のその腸内細菌群衆、あと乳児の食生活っていうのが全部関わっているっていうようなことも知られてきています。まあ、というように人の特にマイクロバイオームに関しては非常に研究が盛んで大量な投資が行われていて、まあ、いろんなことが分かってきてはいます。で一方環境中の微生物群衆についてはこれも一個トピックとして割と紹介しておこうかなと思ったものが一つあって、結局何倍ような菌がたくさんいるっていうことはもう知られているんですけれども、じゃあどれぐらいよく分かってないような生態だったり遺伝的メカニズムを持っているような菌がいるのかっていうのはあまりよく分かって、もちろん培養できなくて実験できないのでよく分かってなかったです。ただそれをメタゲノム解析の結果から個々の微生物のゲノムを復元してあげることで、もう本当に例えばこの論文だと 16S リボソーム RNA 遺伝子自体はまあゲノム中に何コピーかありますけど、その中になぜかその逆さにタンパク質コーディング遺伝子とかがコードされていて、普通はそんなことないんですけども、それが何らかの機能をちゃんと持っているっていうことを明らかにしたり、であとバクテリアは普通はエキソンイントロン構造ないんですけども、この菌に関してはこの菌っていっても数十ファイラムぐらいに属するので非常に大きな系統群ですけども、このバクテリアにもかかわらずエキソンイントロン構造を持っていて、もちろん今までもエキソンイントロン構造を持っているバクテリアってある程度知られてはいたんですけども、非常にファイラムレベルでもうこの全部エキソンイントロン構造を持っているっていうことが知られて、まあ、この2015年に出たこれ地下水のメタゲノム解析の結果からですけども、そういうことが明らかになってきています。なのでバクテリアの多様性だったり生態の多様性、まあ、生態の多様性というか遺伝様式の多様性みたいなものですね、まあ、それがどんどん明らかになってきています。でバクテリアだけじゃなくて古細菌についても2015年頃に非常に驚くべきことが分かってきて、これもメタゲノム由来で、まあ、培養この前やっと日本のグループが培養したんですけれども、真核生物に非常に近い、まあ、相対的に見ると非常に近い古細菌っていうのがメタゲノムデータからゲノムを再構築することで見つかってきたというような論文が2015年に出ていて、まあ、この一群を
ここではロキア・アキオタとか呼んでますが、実際今はもうアスガルド・アキオタっていうようなことを言っていて、非常にこの一群の古細菌っていうのは真核生物しか持ってないようなと言われていたような細胞骨格だったり指キチンとか、まあ、そういう遺伝子をもうそのまま持っていたというような、まあ、真核生物の起源を迫る上で非常に重要な古細菌っていうのもメタゲノムデータからその存在が示唆されて、実際2ヶ月前ぐらいに日本の産総研とジャムステックのグループがそれらの菌を培養、単理培養して生態を記述することができたというような状況です。ですね、メタゲノムで解析自体は、まあ、知りたいことが何かによりますけれども、培養が難しくて多様性がよく分かっていない微生物群集についてそれを理解しようとする上では非常に強力な手法です。で、シーケンシングの部分に関しては非常にもう今はさまざまな外注会社がありますので、まあ、メタゲノム解析自体はもう環境中からサンプリング、微生物群集をサンプリングして DNA を抽出してあげれば、もうあとはそのまま外注会社に送ればライバル駆構築とかもしてくれる会社もありますので、非常に実験手法としては、まあ、DNA 抽出はもちろんいろいろと良い手法は何かっていうのは今まで検討が進んでますけれども、実験の部分はかなり楽に、他の解析と比べるとかなり楽にできるんですけど、情報解析の部分がかなり大変です。で、ここから先っていうのは情報解析の話をしていきます。ただ、先ほどまでの RNA-seq のデータ解析だったり他のデータベースが充実しているところと比べて、メタゲノム解析、あとアンプリコン解析両方ともですけれども、ウェブブラウザーだったりソフトウェア上でのマウスクリックのみでは現状解析が困難です。これはもう世界的にそうです。しょうがないというか言いようがないです。というのも、理由が一つ大きな理由っていうのは、メタゲノム解析の場合そもそも目的としているものが何なのかっていうのが人によってかなり違います。その環境群中の微生物群集から特定の機能が分かってないけど自分が注目している微生物のゲノムを再構築したいのか、それとも例えばマウスで特定の食品を食べさせた場合とそうじゃない場合で腸内細菌群集がどう変わっているのかと、機能的にどう違いがあるのかっていう全体像を知りたいのかっていうことだったり、まあ、いろいろと知りたい目的がいろいろあって、そのためにメタゲノム解析を使っているというのがあるので、目的次第でメタゲノム解析の情報解析手法もかなり違ってくるという側面があるため、なかなかウェブブラウザーで上でのクリックだったり、あとはソフトウェアを作り込むことが難しいというものがあります。ですのでユニックスのスキル、まあ、コマンドラインでコマンドを自分で打ってやるっていうものだったり、あとは自分のコンピューターもそこそこ強力なものが必要だったりします。まあ、それはなくてもすごく頑張ればできるんですけども、なかなか苦労しますので、個人的にはもうメタゲノム解析だったりアンプリコン解析を日常的に研究でやろうと考えておられる方々は、もうぜひこのユニックスのスキルだったり自分のマシンで解析するようなスキルというのを身につけることをお勧めします。で、どうやってそれを身につければいいかと、そこに関しては今日はこの90分ではちょっと無理なんですけれども、ここにリンク貼ってますけれども、私自身その文科省の先進ゲノム支援というのの支援をしている研究者でもあります。で、そこでは毎年情報解析講習会というのを行っています。これは初級者講習会と中級者講習会があって、中級者講習会の場合はもう Python を使って機械学習とかもやってやっちゃいましょうというような話なので、かなりハードル高いんですけども、初級者講習会についてはユニックスの使い方だったりスーパーコンピューターでそれこそ RNA-seq のマッピングとかをしてみましょうというぐらいですので、割とまだまだそんなに複雑ではないです。で、このリンク先にもう何年間分かの講習会の資料が上がってます。これは去年の講習会、動画も同じように上がっていて、ユニックスの基本コマンドとか遺伝検出スーパーコンピューター、これはバイオロジーの、あと公共の研究、公共の大学だったり研究機関に勤めておられる方々というのは無料で使えますので、申請すればそれらの接続方法だったりコマンド、あとは計算を自動化するようなセールスクリプトというのはちょっとしたプログラミング言語の書き方だとか、 RNA-seq を遺伝検出パコン上でどうやって情報解析するのかというような実践の方法などが説明されています。で、動画と
これも GitHub だったと思うんですが、 GitHub でそれぞれの講習の内容が、それこそ例えばシェルスクリプトだったら紹介されてたりしますので、まあ、これを使って勉強されるのが良いかなと思います。で、本気でその情報解析をやりたいという方々はそういうのをお勧めしますと、割とハードルを上げていきながら、まあ、今日はじゃあ一体何をするのかというと、まあ、そもそもメタゲノム解析とかを扱う上でかなりいろいろと疑問点が出てくると思います。例えばメタゲノム解析っていうのも、何か仮説があってそれを検証する目的でメタゲノム解析をするのか、それとメタゲノムデータから何か仮説を発見するような仮説探索型の研究をするのかによって解析のやり方違いますし、あとはアンプリコン解析かショットガンメタゲノム解析どっちを選ぶべきなのかとか、あとは最近もうイリミナなどのショートリード、ショートといっても250とか300ベースぐらいありますけれども、それらのシーケンサーを使うべきなのか、それともパックバイオ、シクエルだったり、あのオックスフォードナノパワーのミナイオンとかグリディオンみたいな長い配列をある程度の数読めるような配列でシーケンサーを使うべきなのか、まあ、あとそれどうやって比較解析をするのかなどなどいろいろと疑問点があるかと思いますので、それらが解決できるような形で今日これからあと1時間ぐらいですけども進めていければと思います。まずアンプリコン解析の情報解析ツールの部分です。で、アンプリコン解析はもう何度も繰り返しますけれども、 PCR で群集中から特定の遺伝子だけを増やしてシーケンシングするという手法で、そこに何がいるのかっていうようなあるなしの情報以外にも、一応その菌がどれぐらい多いのかっていうような相対値の情報も出てきますので、こういう最終的なアウトプットはこういう系統組成ですね、どの属だったりどの種がどれぐらいその環境中で多いのかっていうのを表していて、一応サンプル間でも比較できます。で、こういうデータをどう解析するのかですけれども、そもそもこのアンプリコン解析で最も重要なのはこの DNA 中層のところと、ここでバイアスかかっちゃうとこの DNA の存在量と元の菌の存在量全然変わっちゃったりするとそれは意味がないので、そこは気をつけないといけないです。なので先行論文とかを見たり、そういう DNA 抽出を検討しているような論文いっぱいありますので、それらを参考にする必要がありますけれども、そこはまず情報解析の部分ではないので今日は置いておいて、もう一つ重要なのがこの PCR の方で使うプライマーですね。これもかなり気をつけないといけないです。アンプリコン解析においてもうそこをあの DNA 抽出と PCR の使う時に使うプライマーが変わってが変なものを使ってしまうと、もう出てくる配列データっていうのが全く元の群衆の組成を反映してないようなものになっちゃったりしますので、ここは非常に気をつけてください。で、配列データを僕らみたいなバイオインフォマティクスの解析のプロみたいな人が受け取っても、この DNA 抽出と PCR の時の使っているプライマーがダメだったりするともうどうしようもないことになっちゃいますので、ですのでもうここの2つは本当に気をつけてください。アンプリコン解析をする場合、特にプライマーはこれはもういろんなものがもののプライマーも出ています。で、一般的にはプライマー種類は2通りあって、系統特異的なプライマーと系統ユニバーサルなプライマーがあります。で、アンプリコン解析の場合は系統ユニバーサルなプライマーを使います。そのあたり、この辺はもう実験系の方も分かっているかもしれませんが、一応多少説明します。まず系統特異的なプライマー、機能的プライマーとも言いますけども、これは目的としてはもうアンプリコン解析をやる場合とは違ったやり方なんですけども、それこそ牛だったり豚の腸内とかには必ずではないですけども、たまに腸管出血大腸菌、あの人に病気を引き起こすような大腸菌がいたりします。 でも牛はそれで健康なわけですね。で、そういう大腸菌と、まあ、普通の実験室で扱うようなイーコリ形状に MG1655 みたいな大腸菌を判別したいとなった場合、これら2つ基本的に 16S リボソーム RNA 遺伝子は完全に配列が一致します。なので 16S リボソーム RNA 遺伝子のアンプリコン解析だとこの2つは判別はできないです。原理的にできませんですね。そういう場合とか、もう目的がもうこの腸管出血性大腸菌とそうではない大腸菌を区別したいっていうような場合だったり、カビの一種で病原菌のやつらっていうのを判別したいなどといった場合には、本当にスニップレベルの解析が必要になってくるんですけれども、ゲノムを読むわけにもいかないので、まあ一番単純なのはもうこの病原性の元となっているような、今自分が知りたいなら例えば病原性大腸菌の場合だと
病気、病原遺伝子を持っているか持っていないかっていうのが実際は知りたいわけですので、まあ、その遺伝子を持っているか否か、まあ、その遺伝子にスニップがあるかどうかっていうのを調べると。なのでその遺伝子をプライマーとして設計するのが一番いいと。まあ、それはいわゆる機能特異的だったり系統特異的プライマーと言われているものです。でこれでプライマー設計してちゃんと検証して、その上で増えたらそいつがいるんだというやり方ですね。まあ、実験室でやられている方も多いかもしれませんけども、その場合バンドが出れば、まあ、電系図をしてバンドが出たらもうそいつがそこにいたんだと考えてもいいと。もちろん PCR 上限があんまり適当だったりすると非特異的な増幅もあったりしますので、そこは気をつける必要があるんですけども、系統特異的なプライマーの場合っていうのはシーケンシングは必ずしも必要はないです。でこのプライマーを見る上で論文とかにも書いてあって、僕も昔疑問に思ったんですけど、一つはこのデジェネレートプライマー、アイマー塩基を使ったようなプライマーがあります。こういう M とか、 なんかプライマー論文にプライマー配列が出てきたりして、 M だったり N だったり Y とか S とか W とか出てくるんですね。いっぱい何個もでアイマー塩基が入ってたりするものもあります。でこれは僕も誤解していたんですけども、そういう塩基があるわけではなくて、そういう化学物質があるわけじゃなくて、単純に例えばここに M がある場合だと、 M っていうのはA か C っていうのを表してますので、この M の部分、ここが A となったプライマーと C となったプライマーを等量混ぜたプライマーの溶液が、まあ、プライマーとか外注してるかと思いますので、それらこの CMG っていう配列を送ったら CAG と CCG っていうようなプライマーが、ニトリのプライマーが等量混ざった状態で送られてきます。ですので、この M に対応する特定の何らか その化学物質があるわけではなくて、実際はこういろんな塩基の組み合わせのプライマーが等量入っていて、それを使っているというだけです。 N だったりするとも ACGT4 つ4通りのその塩基1個だけでもこのプライマーの本数として4本必要になってきます。なので曖昧塩基たくさん使うとその分高くなっちゃいますけれども、これで系統漏らせを上げるということをしています。これがデジェネレートプライマーの実際で、まあ、曖昧塩基なんていうものは本当は存在しなくて、それらはいろんな塩基の組み合わせでプライマーをたくさん混ぜているだけだということです。でこの曖昧塩基を使ったデジェネレートプライマーが活躍するのがユニバーサルプライマーです。このユニバーサルプライマーは 16S のアンプリコンシーケンシングだったり ITS とかを使ったユニバーサルいろんな系統を増やしたいような場合のプライマーとしては重要な性質でして、結局、まあ、どういう系統なのかだったり群衆組成を見たりするような目的で使われています。ただいろんな系統を増やせますので、電気度でゲル、まあ、その増幅結果流してもあまり意味はなくて、増えてるか増えてないかだけは見れますけども、シーケンシングしないとその系統が何かは分からないです。でかつさまざまな系統が持っていないとダメですので、ターゲットになる遺伝子もそんなに多くはないと。これがユニバーサルプライマーの特徴です。で真菌とか酵母とか真核微生物をやられている方だったりするとご存知かもしれませんけども、真菌とかとバクテリアではそもそもターゲットとするような遺伝子とかはだいぶ違います。で真菌類の場合はバクテリアのリボソーム RNA 遺伝子に対応する28ラージサブユニットリボソーム RNA に対応する28リボS リボソーム RNA 遺伝子の一部の領域をターゲットにしたり、また 16S リボソーム RNA 遺伝子に対応する 18S リボソーム RNA 遺伝子などをターゲットにする場合もあります。あとはまあこれ書き方いろいろありますけれども、ミトコンドリアのシトクロームオキシダーゼ1だったりシトクロームオキシダーゼ2のサブユニットの種類ですけれども、これらをターゲットにする場合もあります。あとはリボソーム RNA 遺伝子のスペーサー領域、間に存在しているような非常に進化速度が、見かけの進化速度が速いと言われている ITS 領域、インターナルトランスクライブドスペーサーと言われている領域ですけれども、ここなどをターゲットとしてユニバーサルプライマーが設計されている場合が多いです。それに対して、まあ、今日は扱わないんですけど、ウイルスですね。まあ、真核生物に感染するウイルス、大抵の場合 RNA ウイルスのが多いんですけれども、DNA ウイルスもいますけれども、
まあ、それらを増やしたいとなった場合というのは、これはもうウイルスの特徴なんですけれども、ウイルス全部を増やせられるようなユニバーサルプライマーは全く存在しません。というか、ウイルスが全部が持っているような遺伝子はもう存在しないので、 16S もありませんし、ポリメラーゼも全部のウイルスが持っているわけではないので、もうウイルスの系統ごとにどの遺伝子をターゲットにするのかというのが変わってきます。なので、ウイルスを目的とする方は、そもそも RNA ウイルスなのか DNA ウイルスかによって実験手法が変わりますし、あとはウイルスの種類によってどういうプライマーを使えばいいのかが変わってくるということは覚えておいてください。で、ウイルス全部を増やすことができるユニバーサルプライマーは存在しないということですね。で、バクテリアについては、今まで説明した通り 16S リボソーマル RNA 子が圧倒的多数使われています。ユニバーサルプライマーとしてはこれがほぼ9割ぐらいが使われています。で、他にもっと種よりも細かい系統を区別したい場合とかに、 iTS 領域、リボソマ RNA 遺伝子の隣、まあ、間に存在しているような領域ですけれども、そこをターゲットとしている場合もあります。で、これもどのユニバーサルプライマーにも共通していることなんですけれども、 16S リボソマ RNA 遺伝子についても論文中ではユニバーサルプライマーって書いてあったりしますけれども、実際のところは特定の系統は増えなかったりします。あと増えたとしてもバイアスかかってあんま増えが悪いような場合もあります、まあ、そこはもうアンプリコンシーケンシングの宿命なのでしょうがないです。で、現状論文中でよく見るのは、例えば 341F、 これ 16S リボソマル遺伝子1500ベースぐらいあるうちの初めから数えて340ベース目ぐらいのところをターゲットとするのは 341F と 806R、合計で450ベースぐらいの領域を増幅するものですけども、そういうプライマーセットだったり、 515F806R、 アンプリコンシーケンシングをやられている方だと V3、V4 とか V4 プライマーっていう論文でそういうの見たことあるかもしれませんが、大体こういうプライマーですが、非常によく使われています。非常に性能はいいです。ただこれも万能ではなくて、まあ、特定の系統増えなかったりします。あとは、まあ、昆虫とか植物とかの表面だったり腸管とかをやろうとした場合っていうのは、まあ、割とホストの DNA、 ホストのリボソマ RNA 遺伝子も増えたりします。それはミトコンドリアもリボソマ RNA 遺伝子を持っていますし、クロロプラストもリボソマ RNA 遺伝子を持っていますので、まあ、それらがかなり 16S リボソマ RNA 遺伝子と配列的には似ています。ですので、それらもユニバーサルプライマーを使うと一緒に増えちゃうことがよくあります。それらを実験的に情報解析的にはそれは取り除けますけれども、その割合が9割とか 99% とかになったりすることもよくありますので、それらは実験的に取り除くことができるような、ある程度はですけども、ある程度は取り除くことができるようなキットも存在したりしますので、そういういっぺんアンプリコン解析やってみてホストの DNA だらけだっていう場合には、こういうキットを使うことをお勧めします。はい、ということで、ユニバーサルプライマーと系統特異的プライマー、そもそも情報解析の前に、シーケンシングの前にバイアスかかりうるものなので詳しく説明しました。で、アンプリコン解析をやって出てくるデータというのは、特定の領域だけ PCR で増やしたものっていうのは、なので数百ベースの断片をシーケンシングしている結果です。で、それらの結果、1サンプルあたり数万本とか数十万本ぐらい短い配列が出てきます。で、それをどう解析するのかですけれども、現状これはもう大体パイプラインというか解析手法が大体固まってきていまして、非常によく使われているものがこのCHIM、 クオンティテイティブインサイツイントゥマイクロバイオエコロジーの略で CHIM と言われているようなソフトウェア、 Python で書かれたソフトウェアですけれども、が非常によく使われています。数年前にアップデートして今 CHIM2 となって、もう機能とかだいぶ一新されています。なので現状 CHIM を使って、前のバージョンの CHIM を使って解析した結果とかを論文に書いたりすると、すでにリジェクトされたりするようなこともあったりします。そこはちょっと気をつけていただいて、今後使うのであれば CHIM2 っていうものを、 CHIM を使っていた方は今後 CHIM2 を使った方がいいですということです。で、これ以外の選択肢はもちろんあります。でしょ、これフリーで使えます。実態は何かというと、 CHIM2 っていうのはいろんな、まあ、バイオインファクスの研究者がそれぞれこの
16S リボソーム RNA のアンプリコン解析をする上で重要な解析ツールを作ったりしています。 DADA2 とか DEBLUR とかいろんなものがあります。でそれらをこの CHIME2 の中でコマンド1個で実行できるようにした解析パイプラインになっています。このプラグインという形ですね、まあ、それらのいろんなカットアダプト、これはもうアダプターとか取り除く機能だったり DADA2、まあ、これは後で説明しますけれどもキメラとかあとは配列のエラーとか取り除く機能だったりいろんな機能があってそれぞれが別の研究者が開発したソフト1個ずつのソフトウェアですけれどもそれをこの CHIME2 という Python の大きなソフトウェアを1個インストールしたらこれらのソフトウェア全部同時にインストールできてその中で使うことができると、まあ、そういう統合解析環境と言ってもいいようなものになっています。で使い方に関してもここにリンク貼ってありますけれどもここをクリックしていただくと、まあ、チュートリアルみたいな形でコマンドの一覧とかを載ったりどうやって使えばいいのかもちろん英語ですけども英語で書いてますけども非常に親切に書いてありますのでもし今後アンプリコン解析をやりたいという方がおられましたらこのドキュメントを読むのをお勧めします。ちょっとクロート向けですけどねチャイムに関しては非常に高機能なんですけれども1個ずつのソフトウェアが一体どういうものなのかが分かっていないと割と危ないかなとは思います。じゃあ具体的に何するかと言いますと、まあ、ここにワークフローの基本このリンク先に書いてあるものそのものですけどもまずは新型シーケンサー特にイルミナのシーケンサーだったりショートリードシーケンサーで出てくる配列というのはファスト Q ファイル配列の塩基配列情報とあとその塩基配列の読み取り精度の情報がセットになって出てくるテキストファイルが出てきます。でそれは大抵の場合複数サンプルを同時にシーケンシングしたりしますのでそれらはまずサンプルごとのファストキーファイルに分けるっていうデマルチプレックスっていうの操作をしたりします。でここに書いてある処理全部このチャイム2の中で1個ずつのコマンドでできたりします。まずサンプルごとに分けて、まあ、大抵の場合今プライマーが例えばマイセックだったりすると250ベースから300ベースぐらい片側で読みますので、まあ、それら両側で読むと合計すると500ベースから600ベースぐらい両側で読めます。で PCR で増幅する 16S の配列あの断片の部分をちょっとオーバーラップしておくとそこは配列の類似性でこのペアフォワード側とリバース側をつなげることができるので、まあ、それをジョインペアと言ってますけどもそうするともともとがライブラリとしては1個の DNA 断片のこっち側とこっち側を読んでる でこの間をのりしろになってつなぐことができればリードの長さとして1本のリードの長さとしては300ベースぐらいしかないんですけどもそれらを2つ合わせて450からまあ500とかそれぐらいの長さの1断片の速さを読めるのでペアをペアードエンドシーケンシングのペアをつなげるっていう作業をしたりします。この辺は実際にファストキューファイルを見たことがある方になると分かりにくいかもしれませんがそういう処理もしたりします。その方が解析精度が上がりますのでその後もちろん微生物群集の中でも同じ種が大量に存在しているような環境も大量にあります。で同じ種類の配列っていうのは基本的に同じ 16S リボソーム遺伝子がある大量に出てきますのでその配列は一つにまとめたいとその情報解析をする上で同じ配列がたくさんあってもしょうがないのでそれらを一つにまとめるっていうのは配列クラスタリング昔は OTU クラスタリングとか今だとデノイズイングって言ってるような処理ですけどそういうことをします。でその上で各配列ここでこの段階ではまだ各配列に名前はついてませんけれどもなので単なる ID ですね1番とか2番っていう ID がついているものっていうのがサンプルごとにどれぐらい存在するかっていうような1個の Excel ファイルみたいなものができます。でそれでもその ID の段階でしかなくて ID と存在量しかないような状態で、まあ、そこで統計解析して群間で違いがあるかっていうのを見ることもできますしそれらの ID を人間が区別解釈するためには系統名っていう大腸菌なのか枯草菌なのかとかそういう情報がつけないと人間は分からないので、まあ、それを配列から既存の大腸菌の 16S リボソマル遺伝子だったり枯草菌の 16S リボソマル遺伝子とかあとゲノム決まっているバクテリアの 16S リボソマル遺伝子についてはもう配列分かっているので名前付きでその配列がもうデータベースには存在しますのでそれらをこのタクソミークラシフィケーションですね各
この段階でも名前は分かんないわけですけども、ここからデータベースに対して検索をしてあげることで、その配列が一体どういう系統なのかを調べるということをするということをしたりします。なのでいろいろとやり方はたくさんあって、なのでチャイム2を使いましたといっても、どういうコマンドを使ってどういうステップでやったかによっていろんな解析手法があります。で、論文とかよく見るとメソッドにチャイム2、バイオインフォマティクス解析についてチャイム2を使いましたって1行で書いてあることがあるんですね。でもこれだと後の人が一体このステップのうちのどれをどういうコマンドでやったのかとかいうことがわからないので、再現性が取れないと、後からその解析を繰り返しても同じ結果が得られないということになったりしますので、論文中にはちゃんとチャイム2でそれぞれで一体、例えばデマルチプレックスで何をしたのかとか、デノイジングとかクラスタリングでは一体どういうソフトウェアを中で使ったのかとかっていうことをちゃんと書くようにしてください。まあでもとりあえずこのチャイムって非常に便利ですよということですね。この中で1個全部完結しても論文間に できるような情報体のフィギュアだったり結果が出たりしますので、配列データをこのチャイム2に読ませればとりあえずなんとかなるっていうのは便利です。で、使い方わからんといった場合には講習会も開かれています。ただし、まあ、これチャイム2の開発者とかがやってる講習会ですけれども、ここに小さくて値段見えないですけど値段が書いていて、3日間の講習会で10万円とか取られますとんでもないんですけども、まあそれぐらいニーズがあるんでしょうね。あとこれらの開発者の方々も一流の研究者の方々でもすごい数の論文書いてますので、3日間拘束するとそれぐらい人件費かかってもおかしくないかなとは思います。安いかな、彼らをそんだけ拘束するとすると、まあ安いかなとは思います。で、こういう講習会もあったり、ウェブ上にたくさん使い方のチュートリアルがあるので、それらを見てアンプリコン解析をやるのはチャイム2を使うか、またはもうお試しとしては、例えばサンプルあるファーストキーファイルがあって群集解析をしたい場合っていうのは、例えば僕の方で作っているこのビトコミック2っていうツールだと、ツールっていうかウェブサーバーですね、ここにファーストキーファイルをアップロードしてもらって、返信先のメールアドレス書いてもらえれば、そこでそのこの中でチャイム2とはちょっと違った手法ですけれども、系統組成を出してあげ、あのファストキーファイルから系統組成出して、どういう系統がどれぐらいありましたかっていうタグクリテキストのファイルをメールで送り返すっていうようなウェブサーバーになっています。なのでお試し版としてはこういうのウェブサーバーが簡易的、もうファストキーファイルが手元にあって、そこからとりあえず系統組成をすぐ知りたいんだっていう場合は、こういうのを使えばいいかなとは思います。いろいろとカスタマイズをしたい場合っていうのは、さっきのチャイム2とかを使うのをお勧めします。はい。で、結局そのアンプリコンシーケンシングっていうのは1個の遺伝子領域っていうのを PCR で増やして大量に読んでるだけなんですけど、さまざまな解析がをしないといけないっていうのがあります。で、もともとはNGS やられる前からこういう解析が行われていて、その時はもっと高精度な解析が行われてました。というのも当時は3ガシーケンサーで一つの群衆から同じように PCR の部分は全然同じなんですけど、その後100本とか1000本ぐらい16S リボソの遺伝子を PCR で増やして、でそれらを全部3ガシーケンサーで読んで、まあ、全部同じ領域なんでマルチプルアライメントできますから、マルチプルアライメントして系統序作成、系統序推定するってことをして、かなり詳細にこれは同じ種なのか違う種なのかっていうのを解析をしていました。ただ非常にこれは解析手法としては正確なんですけれども遅いんですね。なので新型シーケンサー出ちゃうと1万本から10万本場合によっては100万本ぐらいサンプルごとに配列出てきますから、それらをこのマルチプルアライメントして系統序書くっていうことはちょっとも現実的ではなくなってます。ですので多少精度は落ちるんですけれども、配列の類似性でまず同じ配列を一つにまとめてあげて、その後で情報解析、とりあえず系統値とかも書かずに似ている既存の系統が分かっている配列の中で似ているのはどれかっていうのを類似性検索したりするっていうような手法になっています。昔はそれを OTU クラスタリング、まあ、OTU とか呼んでたりしましたけど、 OTU 自体は別にアンプリコン解析の結果だけを表すものではないんですけども、進化生物学の用語で単にオペレーショナルタクソミックユニット、操作的分類単位とか呼ばれているものですが、昔はこのまず系統樹の頃も OTU クラスタリングと言われていましたし、新型シーケンサー出始めた頃っていうのも OTU クラスタリングと呼ばれていました。この時は
似ている配列、まあ、94% とか 97% ぐらいの配列構成で似ている配列を全部一つにまとめるっていうことをしてました。ただ、まあ、これはアンプリコン解析を実際にここ数年やられている方がどれぐらいこの中にいるかにもよるんですけれども、だいぶ傾向が変わってきていて、今もう OTU 解析ってほぼやらないです。もう数年前は OTU 解析当たり前のようにやってたんですけども、ここの部分ですね、 U サーチとか U クラストみたいなとか CD ヒットっていうようなクラスタリングツールを使って似ている配列をまとめて一つにして、似ているので完全マッチも微妙に違う配列も全部合わせて一つにするってことをしてます。まあ、これ当然本当はあんまり別種の配列を一つにまとめるとかいうこともよくやるんですね。このここでやってる U クラストとか CD ヒットみたいな非常に高速に数十万本の配列から類似性を検索して似ている配列一つにまとめるって処理をするんですけども、これは精度があまり良くなくて、別種も一種にまとめたり別属も一種にまとめたりということをしちゃって、それが非常に問題になっていました。ですので現状 OTU クラスタリングというのはだんだん使われなくなってきていて、代わりにどういう手法が使われているかというと、一個はもう配列の類似性とかどうせ最後に系統名つけるわけなんで、系統名を推定するんだったら最初からもう全部配列数百万本とか数千万本とか全部高速に配列構成検索してあげればいいじゃないかと、データベースの大腸菌とか細胞菌とかの基地の 16S リボソーム RNA 遺伝子に対してもう1000万本だろうが1億本だろうが全部配列構成検索して系統名をつけろと、もうクラスタリング自体をしないっていうようなやり方です。まあ、これは僕が作っているビトコミック2っていうツールだったり MapSec とかいろんなツールがあったりします。ただデータベースに類似している配列がなかったらもうどうしようもない手法でもあります。ですので人腸内とかだったら割とこの手法は使いやすいんですけども、土壌とかあとはそうですね、あとは活性汚泥とか、あと牛の腸内とかもそうですけども、あんまりまだ培養されたりゲノムが決まってないような菌がたくさんあるよういるような環境だと、この手法だと全体の群衆のうちの数十パーセントぐらいしか記述できなかったりするので、あまり推奨はされないんですけども、リファレンスゲノムが非常にたくさん出ているような環境だと使いやすい手法です。でもう一方、まあ、こちらを主に今回説明したかったんですけど、デノイジングとかデレップって言われているような手法が非常にメジャーに、ここ数年 2,3 年ですね、ものすごいメジャーになってきています。これ OTU 解析の代わりにこのデノイジングっていう処理を行われるようになってきています。これは、まあ、シーケンサーが種類があんまりなくなってきたっていうのもあるんですけど もう最近ほとんどアンプリコン解析やる場合ってマイセックだったりハイセック、あとはノバセック、まあ、イルミナのシーケンサーがほぼ 99.9% の場合使われます。ですので、まあ、昔そのイオンプロトンとか454シーケンサーとか使われてた時代だと、それぞれシーケンシングのメカニズム全然違いますので、出てくる配列のエラーの入り方とかも結構違ったりしたんですけど、今大体の場合イルミナのシーケンサー使われるので、配列のエラーの入り方、まあ、本当はそこに存在しない配列だけども実験の過程で出てきちゃうような配列ですね、そういうのがどれぐらいどういうパターンで起こりやすいのかっていうのが大体もう実験的に分かっています。そのエラーモデル、シーケンシングエラーモデルですね、そういうものを、まあ、機械学習の手法でもう事前に学習してあげて、でデータを食わせた場合にそこから本当にその環境中に存在する配列はどういう配列なのかと、どれが本当に存在する配列で、どれは実験の過程で出てきたアーティファクトなのかっていうのを区別するっていうような、まあ、ノイズを取り除くという手法です。なのでデノイジングと言われています。そういう手法がかなりメジャーになってきていますので、完全に同じ配列以外はもう全部無視するような、まあ、完全に同じ配列だけを一つにするっていうようなやり方です。それ以外で頻度が少ないような配列はもう全部シーケンシングエラーだと考えちゃうような手法です。結構乱暴なんですけども、これシーケンサーがもうあまりバリエーションがなくなってきたので出てきたような手法です。でこのデレップだったりデノイジングっていう場合の結果得られたもう1ベースの不一致も許さなくて、1ベースも配列が違っていたらもうそれ別の系統だと考えて、まあ普通はそうですよね。そこにシーケンシングエラーとかが入っているからちょっと似ている配列っていうのも一つにまとめようかっていうような欲が出てくるんですけども、そのもうシーケンシングエラーとかはもう全部取り除けたと仮定して、
完全に同じ配列だけを一つにまとめて、でそれらも全部別の系統だと考えてその後の解析をやるっていうような手法です。でその結果得られた配列っていうのを OTU とは呼ばずに ASV アンプリコンシーケンスバリアントとかエグザクトシーケンスバリアント ESV とかゼロラディウス OTU ZOTU とか、まあ、そういう名前で呼んでいて、昔の配列相同性 97% とか 94% ぐらいの曖昧な配列を全部一つにまとめているような手法とは分けています。はい、ここがこの 2,3 年でアンプリコン解析で非常に大きく変わった部分です。背景としては新型シーケンサーのバリエーションが少なくなったので、シーケンサーのエラーの入り方っていうのがだいたいモデル化できるようになってきたと。昔はそれいろんなシーケンサーに対応する必要があったのでモデル作るのが大変だったんですけども、もうだいたいイルミナーになってきているので、なのでモデル作るのが楽になったのでこういう手法がよく使われるようになってきています。はい、ディノイジングという手法ですね。はい、こうやってまあ大量に似ている配列を、同じ配列を完全に一つにしてしまうということをすれば、例えば10万本1サンプルから配列をアンプリコンシーケンシングで読んでも、実際のところそこからディノイジングした後だと数百本とかになるので解析が非常に楽になるんですね。残りは全部エラーと考えちゃいます。良きも悪きもあって、欠点は環境中であんまり量が多くないような菌は全部無視されます。なので例えば10万本読んで2本とか3本とかしか出てこないような菌と、で本当はそこにいるんだけれどもシーケンシングってあんまり知ってないので10万本じゃなくて100万本読めばもっとたくさん出てくるんだけども、10万本とかだと2本とか3本とかしか出てこないようなものだとシーケンシングエラーによって出てきた確率的なエラーと区別できないので全部無視されます。なので例えば一部の病原菌とか群衆中でほんのわずかでもいても病原性発揮するようなものもいたりするんですけども、そういうのを見たりするような目的だとちょっとこのデノイジングはその辺は全部もう解析として最初から除外されてしまうので、マイナー種に群衆中のマイナー種を解析したいのであればデノイジングというのはあんま使うべき手法ではないです。メジャーな種とか 中ぐらいに優先しているような菌とかをの違いを見たいのであればデノイジング非常に便利ですけれども欠点もありますと。はい、ちょっとアンプリコンだけでやったらと言っちゃってますけど、でそのデノイジングをしてくれるいいツールがダダ2っていうのがあるんですけども、これ非常に便利で、昔はこのデノイジングっていうエラーを取り除く処理だけしてくれたんですけども、今はこれに非常にいろんな機能がついて、ちょっとクリックしてもらえますかね、これ多分これものすごく便利なツールでして、個人的にはチャイムよりもおすすめしているツールですけども、多くの方がこのダダ2っていうのはもうパイプラインになっていて、しかも R のパイプラインで、この中でどれぐらい R 使える方が R やったことありますか、使えるとか結構まあまあいるんじゃないかなと思うんですけども、まあまあいますよね。で R 自体はあの統計解析環境とかでコマンド打ったら T 検定とか解除検定とか ANOVA とか簡単にできるコマンド1個でできる非常に便利な解析環境ですけども、それ上で作られているツールです。なので R のコマンドラインでの他の操作方法が分かっている方だと、この DADA2 っていうのはもうこのライブラリーカッコ DADA2 とこれですね、これで、まあ、最初にもちろんパッケージインストールする必要がありますけども、このコマンドだけで DADA2 っていうのは R 上で使うことができます。非常に便利です。でその後配列データを読み込んだり、あとは配列の再塩基ごとのクオリティですね、当然マイセックとかハイセックとかっていうのは後ろに行くに従ってポリメラーゼが下手ってきますので、後ろに行くに従って配列のクオリティが悪くなっていくんですけども、それらの情報を見たり、あとは、クオリティフィルタリング PhiX とか、あとは N とか入ってたりプライマーがあったりとか、そういうの全部取り除いたりまして、コマンド1個でしてくれます。ここでそのデノイジングとか、エラーがをモデル化してやってくれる処理もデノイジングなのでをしてくれる処理もここに入っています。その後サンプルごとに
ペアドエンドのペアをマージしたり、あとはキメラ、 PCR の過程で出てくるいろんな、元はそこには存在しなかったようなアーティファクトの配列ですね、まあ、そういうのを取り除いたり、あとは各配列がどういう系統に由来しているのかっていう系統を、配列から類似性から系統を類似予測するっていうのは系統アサイメントと言いますけども、そういう機能も全部この DADA2 の中で揃っています。で R を使っていますので、どういう系統がどれぐらい各サンプルにあったかっていう情報があれば、その後の検定とかも R でできますし、多変量解析、まあ、こういう PCA とか PCOA の図を出したりも R でできますから、あとこういうグラフ化もできるので、個人的にこの DADA2 とかもこの 2,3 年でできたツールですけども、論文出たのも2016年とかですので、まだあまり歴史は長くはないんですけど、 TIME2 とかと比べると歴史は長くないんですけども、 R 上でできる、でかつ配列のクオリティフィルタリングとかから系統アサイメントとか多変量解析とかまで全部 R 上でできるので、まあ、ものすごく便利なツールだと思います。ですので、まあ、TIME2 とかまだ使ったことがなくて、でも今後アンプリコン解析をやりたいと思っている方で、R はある程度も使えるよという方は、まあ、個人的にはこの DADA2 を、 TIME2 よりも DADA2 を使われることをお勧めします。開発者の方もまだ若いんですけども、非常に親切にいろんな、まあ、この DADA2 のパイプラインチュートリアルのページも彼自身が作ってくれているページですけども、非常にいろいろと対応も早くてアップデートもたくさんされているので、個人的にはもう TIME2 よりも DADA2 を、特にこれからアンプリコン解析をやられるっていう方に関しては DADA2 をお勧めします。でもすでに TIME2 ガンガン使われている方は、まあ、TIME2 って言ってみればクロート向けなんですね。で DADA2 はもう非常にコマンドラインポ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 ンやれば勝手にできるので、割と初心者向けなので、自分はまだ初心者だと思う方はこっちを使うことをお勧めします。はい、あとアンプリコンに関しては2つ言っとかないといけないことがあって、1つはアンプリコン解析で系統アサイメントをすると、ある配列、16S リボソマル遺伝子配列が出た場合に、それがどういう系統依頼なのかっていうのは、現状推定する方法としては基地の系統の 16S リボソマル遺伝子に対して配列の類似性を検索するっていうような手法になります。でそこの基地の 16S リボソマル遺伝子配列と系統名がひも付いた形でデータベース化されているのが、現状使えるものとしては3つ、大きく分けると3つあります。シルバっていうデータベース、これはヨーロッパ、ドイツのグループが管理しているデータベースですと、あとグリーンジーンズっていうようなオーストラリアのグループが管理しているデータベース、あとは RDP っていうアメリカのグループが管理しているデータベースに大きく分けると3つがよく使われています。でこのうちグリーンジーンズに関してはもう更新はされていないです。2013年の段階でデータベースの更新はストップしていますので、この後に記載された種だったり系統群とかは全く入っていませんし、現状なので、もういろんなツールでまだグリーンジーンズをリファレンスデータベースに使っている方々いるんですけども、もう今後はあんまり使われていかないだろうと思われます。なのでもう現状シルバか RDP かの2択なんですけれども、バクテリアの分類は非常に厄介で、スタンダードとなるようなものは一応あるんですけども、このスタンディングイノーメイカルチャーっていうものがあるんですけども、それぞれのこのデータベースで分類方法というか系統分類階層、系統分類体系は違います。なので同じ配列でも別の系統名がついたりすることはよくあります。それはバクテリアの特徴です。ちょっとそこはバクテリアはその種分類の方法が真核生物みたいに種の定義がきっちりしているわけじゃないので、分類方法もかなりいろんな多形があって、例えばシルバだと割とこのリストオブプロカリオティクネームイズスタンディングインノーメンカルクレーチャーというような標準的なバクテリアの中では割と認められているような分類に主に従ってはいるんですけども、それにシルバーの中で独自にファイラム名とか系統名とかつけたりするので、これに一応従ってはいるんですけども、ちょっとこれとはずれてもいます。でグリーンジーンズでは NCBI タクソノミーを使っていて、 NCBI タクソノミーは誰かが配列を新しく登録するときにその系統が記述されてなかった場合にその系統をデータベースに含めるということをするので、別にこれは分類体系でも何でもないんですけども、ただまあそれをグリーンジーンズは使っていると。で RDP に関してはまあバクテリアの分類で
もう一つ有名なのがバージズマニュアルっていうのがあるんですけども、これの分類に従っているものです。なので分類だけがそもそも3つとは違うので、同じ配列を系統アサインしてもリファレンス配列データベース何にしたかによって系統名とか系統素数は結構違います。互いにそれを比較するのは結構難しいので、比較したい論文とかの系統アサイメントのデータベースが何なのかっていうのは気をつけないと、そもそも比較にあんまり意味がないということが起こったりします。あともう一個気をつけ、まあこれは大丈夫だと思うんですけど、シルバーに関しては現状アカデミックフリーで、大学関係者は自由に使えますけれども、企業の方はお金が必要です。でこれちゃんと書いてないんですけども、シルバーのサイトにすごく細かく書いてあって見にくいんですけども、現状これは企業の方々は無料では使えません。他は企業の方も無料で使えます。 CC by SA ですね。はい、という感じで、まあその部分はちょっと強調しておきたかったのと、あとはまあこれもいろんな外注会社ができますと言ってる部分があるんですけど、アンプリコン解析、これはあくまアンプリコン解析はあくまで 16S リボソム RNA 遺伝子だけを配列増やしてシーケンシングしてますので、そこには各生物の機能がどういう機能を持っているかという情報は基本的にはそこから得られないです。ただそういうことができると言っているツールもあります。まあ理論は単純でして、もうゲノムが決まっている微生物大量に出てきていますので、まあ、それらのゲノムが決まっている微生物は一応遺伝子機能組成っていうのは KEG だったり COG とかいろんな遺伝子機能の分類、まあ、ジーンオントロジーでもいいですけども、いろんな遺伝子機能組成、まあ、遺伝子機能を記述する方法によってその菌がどういう遺伝子機能的な特徴があるかっていうのは記述はそもそもされています。そういうゲノムが決まっている微生物の 16S リボソーム RNA 遺伝子にどれぐらい近い配列がどれぐらいあるかっていうのをアンプリコン解析の結果から照合してあげると、一応は、まあ、ゲノム決まっている微生物に非常に近い配列が大量にあった場合はそのアンプリコン解析の結果だけからその群集中の遺伝子機能組成みたいなものは推定はできます。そういうことをやってくれるツールが、有名なものだとパイクラスト2っていうものがあって、いくつかの外注会社でアンプリコン解析データから機能組成も推定できますよって言っているものところは大体このツールを使ったりしています。でこれはまあ人の腸内細菌群集とか割とリファレンスゲノムがまあまあ決まっている、もちろん全部は全然まだ決まってないですけども、リファレンスゲノムがある程度決まっているような環境をやる場合には結構有用なんですけれども、土壌とかあと火星オデとかもう全然培養できてない菌が大量にいるような場合だとろくな結果にならないので、そこは気をつけてください。自分が解析したい環境ので優先しているような系統っていうのはアンプリコン解析でどういう系統が多いのかが出てきますので、それに近縁な系統っていうのが NCBI とか NCBI タクソノミーとかで調べてゲノムがちゃんと出てるかどうかを確認した上でじゃないと使わない方がいいです。どんな場合でも系統組成から遺伝子機能組成はこれ出しちゃいますので、ただ結果が全然信頼できないような結果になることもよくあるので気をつけてくださいということです。ここからメタゲノム解析のツールです。でメタゲノム解析のツールに関してはでも実は現状あまりバリエーションはないです。というのもマシンパワーが必要すぎて大変なのでということですが、でメタゲノム解析どういう手法かとおさらいすると、PCR で増やしているわけじゃなくて、もうそのまま DNA 断片、混ざり物の DNA 断片をシーケンシングしています。で、混ざり物の配列データが大量に出てくるので、まあ、それらを、そこから個々の微生物のゲノムを再構築して、で、そこの微生物のがどういう遺伝子機能を持っているのかっていうのを推定するような手法です。単純に書きましたけど、実際のフローチャートはこんな感じになっていて非常に複雑です。ここまでが実験です。でここから先全部情報解析です。で特徴的な部分だけ説明しますと、1個はメタゲノムに特徴的なのは、メタゲノムからいろんな混ざり物の配列データから個々の菌ごとのゲノムを 再構築する、メタゲノムアセンブルするっていう技術が言われとく特徴的で、これは専用の個々の微生物のゲノムのアセンブルツールとは違った特徴があるので、専用のアセンブルツールを使う必要があります。でもここに書いてあるような IDBAUD とかメガヒット、メタベルベット、メタスペーですとかいろんなツールがもうあります。でメタゲノム遺伝子予測も
1個ずつの微生物のゲノムから遺伝子を予測する場合っていうのはエキソン・イントロン構造もほとんどないので、かなり精度よく RNA-seq のデータがなくても精度よく予測できるんですけれども、まあ、それがメタゲノムの場合っていうのはそれぞれの菌で遺伝子的な特徴が全然違うので、まあ、それらを考慮した上で予測する必要があるので、メタゲノム専用の遺伝子予測ツールメタジーンマークとかメタジーンアノテータープロディガール、まあ、メタプロディガールとも呼びますけど、そういうものを使ったりします。で、まあ、アセンブルについてはあんまりここで説明してもしょうがないかなと、というのもこの文章だけになっちゃうので、はい、飛ばします。聞きたかったら後で質問してください。でメタゲノムアセンブルはまあ計算機的に結構大変なんですけれども、なのでここの部分割とスパコンとか使わないといけなかったりするんですが、まあ、それはもうしょうがないです。もうデスクトップマシンでできるようなものではないです。メモリ100ギガとか当たり前に使います、1サンプルで。でその後重要になってくるのが配列創生検索で、これはいろんなところで使います。1個は個々のメタゲノム配列データからどういう菌がどれぐらいいるのかっていう情報を推定したり、まあ、この系統組成を使う見るときに使う場合、あとは遺伝子機能組成を見たりする場合に使う場合とか、いろんなときに系統配列創生検索は使います。で、まあ、ここはいいか。ショットガンメタゲノムの場合非常に重要視されるのが遺伝子機能をどうやって定義するのかですね。で現状スタンダードとなっているのは日本の京都大学のグループがメインで作っているKEGですね、京都エンサイクロペディアオブゲノムジーンズ&ゲノムのデータベースのKEGオソロジーというものです。遺伝子機能を KO 番号というので階層的に整理していっているものです。これがよく使われています。ただ大量に解析をしようとするとこれ有料ですので、まあなので、じゃあ通常どうするかというと、まあ、KEG がゴーストコアラっていうようなメタゲノム由来の配列データで、まあ、遺伝子予測すると大体数百万個ぐらいアミノ酸配列でタンパク質コーディング遺伝子の配列が出てくるんですけども、それらをこれいくつかな、この場合だと、まあ、300メガバイトぐらいかぐらいは貼り付けることができて、まあ、それら全部を KEG に対して検索して KEG の遺伝子機能を自動アノテーションしてくれるようなツールになっています。ゴーストカラーとこのリンクでできます。あとはメタゲノム全体の遺伝子機能組成っていうのを解析してくれるようなメイプル、これも遺伝研じゃなくて京都大学とジャムステックのグループが作っているウェブサーバーですけど、こういうのを使ったりします。で専門にショットガンメタゲノム解析をどんどん解析するような場合は KEG のこの今有料になっていますけども KEG FTP サイトへのアクセス権というのを年間いくらで買って、まあ、それを自分でデータ配列データ取ってきて自分で配列創生検索するっていうのを普通のバイオインフォマティシャンはやってますけれども、通常1回限りとかあとは数回ぐらいメタゲノム解析をしたいだけっていう場合はこういうゴーストコアラとかメイプルとかを使ってウェブサーバー上で遺伝子機能配列データか遺伝子機能の情報を推定してくれるようなツールを使うのをお勧めします。で、まあ、配列創生検索も昔は、まあ、配列創生検索データもブラストというのが定番でしたけれども、この数年でだいぶ状況変わってきていて、まあ、他にもマッピングツール、いわゆるスニップ解析とかに使うような膨大ツールだったり、まあ、BWMM とかは高速に塩基対塩基の配列創生検索をしてくれるツールあったんですけども、メタゲノムみたいにリファレンスゲノムと結構遠いような配列との検索をしないといけない場合っていうのは、まあ、最近になってもまだブラストが使われていました。ただまあそれだと時間がかかりすぎるので、ある程度遠い配列、まあ、アミノ酸配列とアミノ酸配列の検索ですけどのでも結構高速に検索できるようなダイヤモンドっていうようなツールだったり MMCX2 だったりゴーストコアラで使っているようなゴースト X っていうようなツールとかが、まあ、この数年出てきています。劇的に高速です、ブラストと比べると。で現状なのでアミノ酸対アミノ酸の検索とか塩基対アミノ酸の検索を大量の配列データ数万本とか数十万本ぐらいの配列データでやっている方々っていうのは、これ全部自分のマシンにインストールして使う形のツールですので、
こういう例えばダイヤモンド本当によく使われてますが、こういうツールでやるとブラストの、まあ、最低でも数百倍、普通数千倍早いです。なので1ヶ月ブラストだと1ヶ月以上かかってた計算っていうのが数日で終わるようなツールになってますので、まあ、ぜひ現在ブラストとかを使ってて計算時間にすごく不満を持っている方々っていうのは、このダイヤモンドとか MM6-2 とかを使われることをお勧めします。精度はまあまあ良くて、感度はちょっとブラストよりも低いので、遠い配列はなかなか見つけるのが難しかったりするんですけれども、アイデンティティ 40% とかそれぐらいだったら全然見つけますので非常に便利です。でからくりとしてはめちゃくちゃメモリを使います。ブラストは全然メモリ使わないんですけども、これらのツールっていうのは例えば、まあ、数十ギガのデータベースに対して検索をする場合、メモリを100ギガとかそれぐらい使います。なのでメモリが結構でかいマシンじゃないと使えないっていう制約があるんですけれども、最近のマシン例えば Mac Pro でもメモリ3テラとか入りますから、まあ割とメモリは潤沢に用意できるんだろうと、こういう人たちの開発者は思っているんだと思います。なのでメモリを犠牲にして速度を出しています。アルゴリズム的にはいろいろと工夫はしているんですけれども、ショットガンメタゲノムのアセンブルで絶対に1個言っとかないといけないのが、このアセンブルの手法というか、メタゲノムデータから個々の微生物のゲノムを再構築する手法というのが、これもこの5年ぐらいですごく進歩しています。で昔はメタゲノムアセンブルツールにかけるだけだったんですけれども、メタゲノムアセンブルツールに個々のショートリードのデータをかけてアセンブルした後に、その後各断片配列の配列のアバンダンスですね、どの菌だったらどれぐらい群集中に存在するのかっていう情報だったり、あとは GC 顔料とかコードの使用頻度とかを使って、これですね、ケーマー創生やカバレーを使ってメタゲノムのアセンブルした後のコンティグ配列、そこそこ長くなった配列を分けるビニングと言ってますけど、そういうツールがもう大量に出てきています。で結局多くの方がメタゲノムのデータ、遺伝子プールとか言ってましたけども、そういうメタゲノムデータの全体像でなんかその群集について議論するっていうことはあまり目的とはしてない方が多かったんだろうと思います。でなので本当に多くの方が知りたいのは、そこに存在している割とメジャーになっている菌のゲノムが知りたい、その菌の機能が知りたいということなので、メタゲノムを全体像で議論するのではなくて、個々の菌のゲノム、ドラフトゲノムの配列の集合体みたいな形で、個々のその菌をメタゲノムデータから分離して解析したいというニーズがあったので、こういうビニングというツールが出てきています。で個々の菌ゲノムの特徴だいぶ違ったりしますので、それらをゲノムの配列の特徴だったり存在量とかで分けてあげるということをするわけです。そうですね、それ、まあ、それのストーリーをビニングと言っています。でメタバットとかマックスビンとか非常に使えるツールがいっぱい出てきています。でそれらを使うことで、例えば公開されているショットガンメタゲノムデータから8000個の個別の菌のゲノムを再構築しましたという論文、これは2017年に出てますけれども、だったり、あとは人の腸内細菌群集のこの公開されているデータ、ショットガンメタゲノムデータから15万ゲノムぐらい、まあ結構不完全なゲノム多いんですけれども、の微生物の個別ゲノムを再構築しましたという論文だったり、あとはこれも牛ですね、牛の腸内細菌、まあ、牛のルーメンですけども、普通の腸とはちょっと違いますけども、そこからこれもショットガンメタゲノム数テラバイトぐらい、数テラベースぐらいイルミナでショートリードで読んでますけども、それから5000株ぐらいの個別ゲノムを再構築しましたという論文がボコボコ出ています。全部このビニングっていう技術を使っていて、大体はこのメタバットってツールが使われています。今メタバット2になってますけども、なので非常にこの個々のメタゲノムデータから配列の特徴をもとにして個々の菌のゲノムを再構築する、もちろん不完全なドラフトゲノムですけど、それをできるような自動でできるようなツールが出てきていますので、ショットガンメタゲノムデータが得られた場合っていうのは、このビニング個々の菌 に注目している場合はこのビニングっていうのは非常におすすめします。強力です、かなり。はい、ということでメタゲノムと一言に言っても、単純にアセンブルして遺伝子を取得したアミノ酸配列データから機能を推定するっていう昔ながらのメタゲノム解析の手法以外にも、
アセンブルした後に個々の菌のゲノムを再構築するってアセンブルとビニングを組み合わせたような手法だったり、もうアセンブル自体はせずに個々の菌とかも無視してその環境中の遺伝子プールの全体像を知りたいような場合とかでもうリードを個々のゲノムにマッピングするだけって配列やり方だったりとかいろんな手法があります。それぞれで解析パイプラインは違ってきます。でまあここはいいか。であとアンプリコンとメタゲノムどっちを使うべきなのかっていうのはもう、まあ、先ほど申しましたようにそのアンプリコンは PCR をするので DNA の量元の要求される量っていうのは非常に少なくて済みます。あとは解析手法とかにもダダ2とかチャイム2とか使えばもう簡単にノート PC とかでもできたりしますので解析のハードルも低いです。ただ PCR のバイアスはかかりますし機能についてはわからないです。まあ、基本的にわからないものと思ってください。機能についてはでそれでメタゲノムはまあ機能もわかるし PCR バイアスはほとんどないですけれども情報解析は大変です。あとは要求される DNA 量も結構多いです。でシーケンシングコストも結構かかります。各サンプル数千万本は最低限でも読まないと話にならないっていうのがメタゲノムのデータです。なのでどっちを使うかはもう知りたいものが何なのか機能について知りたいんだったらまあメタゲノムをお勧めしますけれども機能じゃなくてあくまで群衆として何か変わっているのか変わってないのかって知りたいんだったらアンプリコンを最初にするのをお勧めします。まあ、ショットガンメタゲノムも最近はそのバックバイオとかナノポを使ってロングリードメタゲノム解析っていうのが何個か出てきています。ただ現状これはかなりハードルが高くてロングリードそもそも配列たくさん読まないといけないんですがショートリードと同じようにたくさん読まないといけないんですがシーケンシングコストかなり高いので相当リッチな人たちじゃないと無理だと思います。はい、あと、まあ、先日東大の森下先生とかあとは早稲田大の服部先生たちのグループがロングリードメタゲノム人腸内の日本人腸内のロングリードパックバイオでのメタゲノム解析の結果を論文に出しましたがこの場合でもロングリードとショートリードを組み合わせていて各遺伝子の存在量とか各系統の存在量はイルミナのショートリードの結果を使って頻度情報を出していてロングリードはあくまで各配列を長くつなげるために使ってたりあとはプラスミドとかファージとかのホストを予測するために使ってたりしています。ですので、まあ、ロングリードでメタゲノムをやるのは現状はよっぽどな自信がない限りはお勧めしません。まだプロトコルとかも全然統一されてませんし。で、メタゲノムのデータベース、ちょっともう時間がないのでほとんど紹介できないですけども、いろいろともうメタゲノムのデータは公開されていて、世界的にはもう160万件ぐらいのアンプリコン解析のデータとメタゲノムの解析っていうのは公共のリファレンスデータベース中に公開されています。で、ただこれはただの配列データなので、そこから遺伝子機能予測だったり、系統組成の推定をした結果っていうのがいくつかのデータベースで公開されていて、まあ、IMGM とか MG ラストとか Magnify とか我々の方で作っているマイクロブ DB とかいくつかあります。で、このリンク先をクリックしていただければそれぞれのデータベース見れますので詳しくは見ていただければいいかと思います。はい、そんな感じで、であとはショットガンメタゲノムの解析とかアンプリコン解析の結果ちょっと90分だと全然説明しきれなかった部分が多いかと思うので非常にいい講習会のスライドが、まあ、この広告先クリックしていただくとこのカナダのグループが毎年やっているんですけれどもこのスライド全部公開されています。で、アンプリコンシーケンシングの情報解析のやり方とかそのアンプリコン解析の結果から遺伝子機能組成を推定する方法あとはショットガンメタゲノム解析の結果の解析方法あとメタトランスクリプトームだったり統計解析の方法とか、まあ、いろいろあります。で、それぞれまあ数十枚のスライドの PDF ファイルが公開されてますのでより詳しくショットガンメタゲノムとかアンプリコンの情報解析のことが知りたい場合はこの現状このリンク先の PDF を見るのが一番いいかと思います。ということで僕の方の発表は以上になります。で、質問について